スチュワート・ダウニング、スチュワート・ダウニング、スチュワート・ダウニング、1984年7月22日体は、イングランドミドルズブラ出身のサッカー選手、ブラックバーン・ローバーズ FC 所属、ポジションはミッドフィールダー。ミドルズブラ育ちであり、幼い頃からのミドルズブラサポーター、ミドルズブラ FC の株組織で育つ、2002年4月24日の、 イップスウィッチタウン FC 戦に手17歳でプレミアデビューを果たした。その後、地元のライバルサンダーランド AFC へのローン移籍を経験。1年で復帰するもボーデビン前年などの活躍で、出場機会は限られたものとなっていたが、2004から05シーズンから頭角を表し、このシーズンはカップ戦などを含め48試合に出場し6ゴールを挙げ、 多くのアシストも記録した。この活躍がエリクソン監督の目に留まり、2005年2月9日のオランダ戦でイングランド代表デビューを果たした。2005から06シーズンは膝の怪我の影響でリーグ戦は12試合の出場に止まるが、UEFA カップでは準決勝ステアウア、ブカレスト戦のセカンドレグにおいて3アシストと活躍し、決勝進出に貢献するが、決勝では セビージャ FC に0の4で敗れ準優勝だった。2008年2月26日にミドルズブラと2013年までの5年契約にサインした。また、シーズン終了後にマークシュワルツアーがフラム FC に移籍したことに伴い、ブラッドリー・ジョーンズに次ぐチーム2番目のフル株になった。しかし、2008から09シーズンは混乱の年となった。 ミドルズブラはシーズン序盤は好調なスタートを切り8位につけたが11月9日のアストンビラ FC 戦以降14試合連続で勝利から見放され降格圏内に低迷したこのことからダウニングは年明けにチームを去りたい以降をスタイルが却下されたさらに2009年5月16日のアストンビラ FC 戦でスティリアンペトロフに足を踏まれて骨折し 最終節のウエストハムユナイテッド FC 戦も敗れて19位に終わり2部降格となった。ミドルズブラの降格に伴い7月16日に移籍金1200万ポンド約1 8億6000万円でアストンビラ FC へ4年契約で移籍した。骨折の影響から2009から10シーズンの開幕には間に合わなかったが11月21日の バーンディー FC 戦で70分からスティーブ・シドウェルと交代、移籍後初出場を果たした。12月1日、カーリングカップ準々決勝のポーツマス FC 戦で移籍後初得点を決めた。復帰後は、ジェームズ・ミルナーがセントラルなポジションにコンバートされたことに伴い右サイドでレイすることになった。左サイドのアシュリー・ヤングと共にサイド攻撃を担うと、 リーグ戦で6位に入り UEFA ヨーロッパリーグの出場権獲得に貢献した。2011年7月16日、5号復活を誓うリバプール FC に加入した。遺跡金は推定2000万ポンド、約22億2500万円以上とみられている。遺跡に際して、クラブが僕に興味を持っていると知ってからは、他の行き先は考えられなくなったよ。 アンフィールドをかけるのは最高の気分だろうねと語った。しかし2011から12シーズンは遺跡金と周囲の期待に見合った活躍ができず、リーグ戦では0ゴール0アシストという低調な結果に終わり、順位も8位と低迷した。監督がケニー・ダルグディッシュからブレンガン・ロジャーズに変わった2012から13シーズンは開幕戦こそスタメンに名を連ねるも、ラヒーム・スターリングの台頭もあり、 前年よりも出場機会は減少。一時は本職ではない左サイドバックで出場することもあった。しかし、ミッドウィークのヨーロッパリーグでの好調と、スターリングの怪我による離脱もあり、年末頃からスタメンに復帰し、3ゴールを挙げるなど、リーグ後半戦のチームの復調に貢献した。2013年8月13日、ウエストハムユナイテッド FC に移籍が決定。 リバプール時代のチームメイトであるアンディ・キャロール、ジョー・コールと再会することになった。2015年7月16日、チャンピオンシップ所属のフルス・ミドルズブラ FC へ6年ぶりに復帰。2015から16シーズンには45試合に出場しクラブのプレミアリーグ昇格に貢献した。2019年6月、ブラックバンド・オーバーズ FC と1年契約を結んだ。 19歳から各世代の代表に招集されている。フル代表では、前述のオランダ戦で、イングランド代表に初招集され、その試合の後半に、ショーン・ライト・フィリップスと交代しフル代表デビューを果たした。2005年5月のアメリカ遠征中の怪我で一時期、代表を離れていたが、2006フィーファワールドカップの、イングランド代表メンバーに招集された。 グループリーグのパラグアイ戦において、マイケル・オーウェンと、トリニガード・トバコ戦において、ジョー・コールと交代し途中出場している。サッカー以外でもいくつかの事前事業などに参加している。2008年2月に、ボクサーのリッキー・ハットンと共に入荷するアポンタインに、ある王立ビクトリア病院の資金を集まるために、チャリティーディナーを開催した。この病院は1993年に4歳で、 亡くなったダウニングの妹が白血病の治療をしていた病院である。2007年に地元のクラブで DJ デビューをしており、ゴールパフォーマンスで DJ のパフォーマンスをすることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。